あ始まりました「よいちゃんセカンドゲスト編」えー、本日のゲストは、えー、追業界においてはビートバリバスマズメからのサポートを受け日本全国を釣り歩き今の追業界最も忙しいプロアングラーさんですまたフィッシングアパレルブランドブラウシーをプロデュースされさまざまな面でご活躍されております 皆様ご存知の超超超有名な女性アングラーの。さあやこと、かわいいさやさんです。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、楽しみにして。してきました。ありがとうございます。早速噛んじゃった。噛んでおります。あの実は今日は、ええー、さあやさんは。だいぶ鼻が詰まっておられます。<laughs> すま花粉のせいでございますので。でねはい、部分的に鼻声、私も実は花粉のせいで、ちょっと鼻声でございますが。はい 滑舌が悪かったらごめんなさい。<laughs> 全部花粉のせいです、ね。花粉のせいでございます。はい、はい、ではですよ。蒼井沙さんについて少し教えていただきたいんですが、元々グラビアで？で そうなんですよ。<ー>これ知っておられる方もごく一部の方ではいらっしゃるんですけどもともと私はタレント業として所属事務所があって、はい、そこからまあグラビアだったりリポーター業だったりっていうのをしてたんですけど。マルチですね。そうですね で、なんで釣り業界にお越しいただいたんですか。それがですね。まあ、その事務所をきっかけで。えっと、こういう釣り番組のリポーターのオーディションがあるよっていうことで。釣り番組のリポ。ーああ、なるほど、なるほど、これですね。はい。そうです。で、まあ、お話をいただいたんで。まあ、もともとアウトドアが好きだったり、釣りにも興味があったんで。受けてみようかなっていう軽い気持ちで。受けたら、なんと受かってしまったもので。 そうなんですか。そうなんです。もうそこから人生がガラッと変わりましたね。うん、やっぱりなるべき人がなるんでしょうね。そうなんですかね。釣りの経験なかったんですよね。な全くでも釣りのつの字も知らなかったですし、ね。ガツリのリポーター。はい。でいうことは用語も全部一から覚えたわけですか。そうですね。もうでも最初のもう一年にね、もうからなかったですよ。はい、そうですよね。はい。一回一回釣り物も違うし、釣り方も違うし、はい、魚種も違うし、はい、だからもう本当に、うん。 一回言われただけで覚えるなじゃないですか。そうそうですよね。次のロケ二週間後とかにあ前やったから覚えてるねって言われても全然わかんなかったんですか。無理無理本当にもう未知の世界です、ね。リポーター兼つるんですか。はい。プロアングラさんがいて、はい、そこに私がリポーターとして教わりながら、はい、ドキュメンタリー形式な感じで。なるほど。はい。最初一番最初何つりました。琵琶湖のバスですね。ああ、ね。 はい、冒頭から。冒頭なら、まあ、よかったですね。はい。釣れました。釣れました。めちゃくちゃ釣れたんですよ、<ー>それが。よかったですね。あの当時、まあ、今はちょっとね、ん<ー>なんかバスも釣れにくくなってるって聞くんですけど。その当時は、本当にもう、なんか、こんな初心者、もうやったことない、本当にリールもさもさも。はい。小娘が。は一日に。はい。1> 1 一匹、七匹ぐらい釣ることができたので、はい、そうです。<ー>もし四十センチぐらいのがもう結構釣れて、<ー>まあアングラさんにね教えてもらいながらだったんで、ん本当に教えてくださる方が良かったんですけど、バス持ちできました。できました。すごい。勇気いったんでしょ、最初。いや、それが私全然抵抗なかったんですよ。いきないですか？え <laughs> <生>、全然。バス持ちもできて、一番最初釣ったのが。 そこから何年ぐらいったんですかその番組自体は私が始めてから34年ぐらいでもう終わっちゃったんですけどそこからまたつながって「ガマツの番組なんですけど地上波になってそこから数年やらせていただいてでまあ結構つながっていきますね。テレビの中のそのリポーターとして次覚えていったとはい、そうですね それすごいですよね。いろんな漁種やったでしょそうですね。だから上手くなるんですよ。それは本当に私は今、本当に改めて思うのは、まあ毎回プロアングラーさんに教わるわけじゃないですか。そういうことですね。専門のね。そうなんです。いろんな釣りに対してのプロアングラーさんに一から教わってるもんですから、それは釣れるじゃないですか。なんで本当に基礎の基礎から教えていただいてるんで、本当にありがたいなって思いますね。もう。 あの当時のプロアングラーさんが私のすべての師匠をいい、ね、いっぱやすごいですねでも次でそうなんですいろんな次すると上手になります。うん いろんなバリエーション聞くし「ね、ここ一緒よね」とかね「はい、ここ全然違う」とかね。うんうん、ということは大概の魚はそうですね釣ってきたかと思うんですけどでもまだ挑戦したことのない魚もいますし、うん、釣ってみたい魚もいますもんもね、はい、ということは何ですかその番組を通して辻をどんどんされていろんなものを釣りながら今のプロアングラーの道へ。 えー、流れていったといううか歩んでまだにそのプロアングラーって言われてもいいものなのかっていうそこはちょっと疑問が生まれるんですけどいもうもうまあそうですね、はい、なんかいろいろとその釣りのお仕事をしていく中で、うん、まあその自分よりはるかに年配の方とかにこうこの「これってどうやって釣るの?」とか、うん、いろんな質問をいただくことによってすごく。 なんですかね自信が湧いてきたというか<ー>そのプロアングラーっていうこと、うん、言葉に対しての、うん、その自分の中での何、うん、ですかね確信じゃないけど、うん、そういうのもまあ自信も生まれてきたし、うん、あこれからちょっと頑張っていこうっていう。うん お仕事上はやっぱりそうやって教えるというシーンもあるわけですかそうですねまあ今そのお仕事の中で実聴会、はい、その実際にうん、うん、えっと一般の方と一緒に釣りをするっていうイベントが釣り、うんうんうん、は実聴会のは例えば、はい さんと行く何大そういうやつですすかよよくありまねそうういのだったりメーカーさんが主催してくださったり船宿さんが主催してくださったりっていう結構いろんなパターンがあるんですけどその中に一緒に釣りに行かせてもらってで実際そのねまだ経験の浅い方だとか一方ベテランさんも乗られる方もいらっしゃるんですけど。ということは経験の浅い方の横について教えるわけですか もう教えるなんておこがましいんですけどでも自分の,その今まで経験してきたその釣り方だったりこうやった方がこう体が楽だよとかそういうことはアドバイスができるので自分の本当に知ってることだけなんですけどそういうことはレクチャーさせてもらったりアドバイスさせてもらうことはあります。 教えるってすごく難しいと思うんですけど、うん、教えると自分が成長しないですかそうです、そう本当にそれは思います最初やっぱり人に教えるっていうことが、うん、あのなんていうんですかね自分みたいなものが人に教えるなんてと思ってたし本当にこの人が知りたいのかなとかんこんな人に教えてほしいのかなっていう,う遠慮じゃないけどうそういうところがあったんですよだから自分から行けなかった 部分もあったんで最初やっぱり実況会をして自信もなかったし、うんうんうん、どうですかっても言えないですねそうなんですよ後ろ立ててもじもじっていう状態ですか釣りってやっぱりレジャー じゃないですかうん、うん、だからこれがダメっていうことは絶対ないと思うんですよ。釣り方一つにしてもジグの取り付け方にしても、うん、たとえ反対につけてはった人がいたとしてもそれは別に間違いじゃないと思はいはすまあメーカーの戦略としては、まあ、違うっていう方もいらっしゃるとは思うんですけどでもそれで釣れたらもうその人は勝ちじゃないですか。なんで間違ってるっていうこととしては絶対言いたくなくて、うん、ただ自分の経験上 こうやった方が釣りやすいと思いますよ。うん、っていうことはお伝えしていきたいなと思います。うんうんうん、そうですよね。はい、あの、それは年齢っていうのはバラバラの。その実長会もあれば、うんうん、子供さん相手とかになるんですか。うん そうですね子どもさんえっと親子連れで来てくださったりとか、うん、する場合もあるので、うん、そういう時は本当にねもうなんか釣れる楽しさだったり、うん、道具を選ぶ楽しさだったりっていうのを本当に伝えていきたいなと思います、ねうんうん、なるほどなるほどなるほどそういうのを含めて今現在の活動っていうのはどうですかもうかなり多いんじゃないですか あます今ちょっとコロナの時期があったのでだいぶ停滞はしてたんですけどコロナがやっぱりちょっとこうね虫になってきてそこからやっぱお仕事というのはだんだん復活してきた中で今実朝会お客さんと一緒に釣りをする。であとは展示会大阪のフィッシングショーだったり横浜のフィッシングショーだったり各地であるフィッシングショーの中のえっと。 トークショーをあっやってますよね。まあそういうイベントごとに顔を出しながらトークショーに出る。はいで写真をする。はい。写真を撮る。そうですね。あれ写真撮る仕事って大変ですよね。<laughs> 大変ですか、ね。絶対大変だと思います。<laughs> たまに筋肉がもう緩まないって、ね。<laughs> <laughs> なるほどね。うん。それもお仕事ですね。はい。はい。イベントのお仕事がありました。 いまあ船宿さんが主催のイベントだったりとかしたら釣りがあるいっぱい集めてみんなでワイワイ景品ね協賛スポンサーさんたくさん募ってじゃんけん大会をしたり一緒に釣りをしたりっていうそういうワイワイ系のイベントもあるしあとはまあロケ。 ロケね、ね、大変ですここが一番そうですねロケは結構そのお天気にすごくもともと普通の釣りでもお天気に作用はされるんですけどでもねロケってこの日って決まってるからその日がダメになったら次またスケジュール合わせるのみんなのスケジュール合わせるのが大変なんで。ロケに限っていいうこともも多ですんねあります。 今回も明日本当はこの、うん、明日にロケだったんですけど、うんうん、大雨強風あそっかそっかそっか <laughs> よかったですねいやよ,よくないよく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 ないですようんいやなんとなくわかるんですよ、うん、そうですだからもう来週に回してっていうので。 あの思っちゃいけないんですけど辛い時にしけてくれるとホッとする時あるんですよねやっぱこう釣りってなですやっぱり連日続いたりとかすると、ねすね、消耗されていくしまあそのために体力作りも大事なんですけどまあでも、ね、ちょっとしけで休みとかになると,ちょっとんほんのちょっとですけど嬉しかったりもします。ます体が休まるんですよ いやっぱ本当に良くわかります。う,すよね、うん、はい、時計のお仕事もあれば釣、ね、具屋さんのイベントも出られるんですよね。そうですね。うん、釣具屋さんのイベントを各店舗に行って、うん、まあえっ、ー、と私は今ビートとバリバスとサポートを受けてるんで、うん、まあそのビートの、えー、展示販売会だったりバリバスの展示販売会だったりするのに行直接お客さんとお話しさせていただいたりします。やっぱ行くと売れますよね。 いいいいいやどうななななんんででですかねねも私結構押し売り派買買ささよそれ今ここに並んでるんですけどこれジグとかだったらこの黄色のやつがね私のオリジナルカラーなんですなるほどナですナ いやバナナが好きっちゃ好きなんですけどバナナ電話をしたことがきっかけでその直後から釣れるっていうジンクスが私の中で生まれましてこれも10年前ぐらいから。バナナ電話でですかの上に乗ってお腹すきませんお菓子ばっかり食べてたら太っていくじゃないですかそれって女子にとってめっちゃ嫌ですしでもだからって食べないわけにはいかないしお腹になるしね。 なんでバナナに切り替えたんですよでそのバナナを使ってあんまりにもなんか釣れない時間が続いたから、うん、暇すぎてバナナ電話をして写メを取って、うん、で SNS に上げたんですよ、うん、そしたらその直後に <laughs> バナナから電話したんです、ね、そうです釣れ出してでそれが結構続いたんですよねでまあ狙いの魚じゃない時は間違い電話でしたっていういですねそれ。<laughs> バナナ電話ね、なるほどかと思いました。まあそこからちょっとね、かオリジナルカラーはい、バナナカラーだって、そうですね。あ、これもですね。はい、これもバナナカラーで作っていただいたりして、ピッカですね。買えようと。はい、これもお店に来た時はもうバナナカラーあったでしょ。これを買いなさいよということで。おお、そういうことですね。へえ。みんなね素直に買ってくださるんですよね。素直でしょ。う本当にね、もうありがとうございます。この場を借りて。 これほんまにバナナですね。でしょ。上手ですね。しかもね、ドールじゃなくてコールなんですよ。ここコールバナナです。あ、そっちですか。そうです。スペルそうでしたっけ。こっち違うんですけど。ですよね。ちょっと違うんですけど、ちょっと文字面白い面白い。ドールじゃなくね、コールでね。結構ね、これ女子受けもいいんですよ。可愛いって言って。この字がいいですね。頑張って書いてくれてるちゃんと。あ、そうです。これ大事なんです。はい。はあ。 ということはイベントしてるのか釣りしてるのか。そうですね。ほとん,んどそんな感じですね。年間どれぐらいですか釣行日数。うん。まあコロナの時省いて、うん、言ったら半分以上。半分の二ぐらいは,はすごい <laughs> 釣りに行ってると思いますね。あの二月から二月からだいたい私の釣りの、うん 怒涛の釣りが始まるんですけど、2月から今の。まあ月ぐらいまでは、うんうん、えっと、家にほとんどいないですね。大阪なんですけど。電波ですか。はい、家賃払いたくないですね。うん、えー、っと、ウィークーにしたいですね。<laughs> そうですね。荷物置き場だけ欲しい,ぐらいです、ね。ブランコね。はい。あ、それぐらい。 そうなんですね。そうですね。やっぱり日本で本一番忙しいんじゃないですか。いいえとんでもないです。もう、あの、スケジュールを埋めたい派なんです。うん、ああ、そういうことですか。はい、疲れません。疲れます。正直めっちゃ疲れます。<え>ただ。 スケジュールを見て、埋まっていると嬉しいんですよ、うん、あ、そうなんですね。はい、釣りの予定がこんだけ埋まってるっていうのが嬉しくて。あ、ここに行って、これが釣れて、で、こういう景色が見えて、この人たちと会えてみたいな,でなね。妄想して、<ー>で、実際行っても、やっぱり楽しいし。ね、ただ、後悔するのは、朝起きたと時。うん、なんで朝が苦手なんです。あそうですか。はい、釣りしてて、もう、本当に、タブーなんですけど。うん、朝がすごい苦手で、寝るの大好きなんです。ええ。 でも起きないといけないじゃないですか。うん、そうですね。はい。で、まあだいたい女子なんでね、お化粧とかも用意もかかるんで、まあだいたい釣りの三四十分前に起きるんですけど、うん、それでも三時期とか四時期とかじゃないですか。うんうんうん、そうですね。はい。その時にパって目を開けた瞬間に後悔します。うんうん、なんでこんなに冷たんだろう。 スケジュール入れてしまったあおかな私寝たいのにね。はい。ね。現実逃避ですね。もう一回目閉じますね。ああ、それでもちゃんとお化粧したら、はい。さあ釣ろうと。そうですね。船乗った瞬間もね、はい。つ日にモードですよね。そう本当に戦闘モードに入ります。ほぼほぼオンボードですか。そうですね。結構船での釣りが多いですね。ほとんどソルトですよね。そうですね。九十九。九？うん。百。 百ではないですね。結構九十パーセントぐらい。バカ釣りとかします？あ、やります、うん。そっちですよね。ねはい、大好きです。あそういうことですか。はい。いずれにせよ三分の二いうことは二百五十日ぐらいやってるわけですよね。そうですね。で八月まではほとんどん家にいない。いないです。ひどいな。<laughs> 月に言ったらまあ三日ぐらいしか家に帰ってない、うん、っていうことが多くて。 生に持って歩くわけですよね。そうですね。まあ、送っちゃいます。あ、まあ、離島、まあ、沖縄だったりとか、えっと、あと、まあ、大阪から九州だったりとかする時は、まあ、タックルボックス送ります。あと、まあ、スーパーライト。の場合は、まあ、こういったちっちゃいジグだったりするんで、比較的軽いんで、それは。もう、こういう、僕、ちっちゃい、一番、自分の中の、一番ちっちゃいボックスを。トランクの中に入れて、ガラガラ引いて、そう持って行きます。 ほとんど移動はじゃあ電車か飛行機かそうですね。私これマイカーはないですかはい。車持ってないんですよ。私そうなんですね。はい、ということで全部公共機関みたいなので移動する。 いろんな意味で大変なんですよね車行くと詰めるんですすけどねそうででもねちょっとその電車移動の楽しいところがですねちょっと恥ずかしいんですよやっぱりこんな差を持って歩くと絶対見られるからいろんな人に自分ちょっとノーメイクの時もあるじゃないですか絶対見られたくないなと思うんですけど絶対見られるからもうこういう顔ですっていう顔で歩くんですよ。 これですからみたいな感じで歩くんですけどでもその中で声をかけてくださる方もいるんですそれは私のことを知ってるとかじゃなくてだいたいお年配の方が声かけてくださるんですよなんでかって言ったらそう竿を見てなんですかそれはってお姉ちゃんそれ持ってんの何みたいな弓矢って言われる。弓矢ですかいや違います釣りですって そ,うそんな感じでこうお話がこう盛り上がっていくんでえ釣り何釣りに行くのとか、ね、マグロですとかマグロ、えー、ってなるよねなるわなるわそりゃそうですよ、うんうん、でそれもまた旅の楽しみでもあるので私はそれをちょっと存分に楽しんでますねあとはねあの特急電車に乗った時にまあ竿をこうかけて置いてるじゃないですかはい、はい、でこうゆっくり寝ようかなとか 景色を見ながら楽しんでる時にうん、うん、駅員さんに声かけられたんですよ、うん、すみません釣りですかって言われて、うん、あそうですってうすみません、うん、邪魔ですよねみたいないや、あのもしかして青井沙耶さんですかおー、おおったまいった <laughs> え、うん、そうですけどあそうって言うんですね <laughs> あ正直者。<laughs> それ多分妹と思いますよ。自分ですね、<laughs> もうボロバレてます。バレてますね。バレえってえ,え釣りされるんですかもしかして、うん、するんですよって口開けて寝てられないなんて、うん。寝るときは完全防備で寝てください。ね、はい、帽子、布かぶかサングラスのマスク。はい。私も結構移動中本当になんかもう気が抜けた感じで寝てしまうんで。うん、疲れるからね。仕方ないですよね。はい、そこまで気張った上でやっと釣れてオッケー出たいらもうあと移動中ね。そう。 もう,ね、もうスイッチ切れるじゃないですか。うん、でも口開けてベロ出して出てるんですよ。ベロもですか。ベロ出てて。まあ、もうそれはね、写真撮られるんですよ。大体。わ、うん、かります。同乗者の方。撮りますね。それは、ね。うショックでショックで。で有名ですね。じゃあ、あきっとね。きっと有名なんですよね。<laughs> そうです。 <laughs> おお。あでもそうやって楽しいドンもできるわけですね。<laughs> はい、うん、そうですね。飛行機長さ言われることあんまりないですか？あ、そう。チャルアナさんはもうほとんど大丈夫なんですけど、あのやっぱり LCC になっちゃうと制限がかけられちゃうんですよね。で,ねで,ねでも中でも私が結構利用しているのはジェットスターさんなんですけど、まあ関西東京間とかね、沖縄とか石垣とか行けるんですけど、ジェットスターは結構その 長さ制限があのないんです。うんうん、一片の長さがえっ、ー、と1メートル以上のものは大型の荷物としてえっとにも大型の荷物の追加料金を払えば、うん、えっとサウも持ち込むことができるんです、うん、お、そうですか。はい。ただそのえった梱包そのまま裸のままだったらダメだけどうん、うん、えっとバズーカに入れてたら大丈夫ですよっていうハードですね。そうですね。 そうなんで,す、ね、なんで結構だから JALANDA、はいね、さんはちょっと値段的に高いなって言われる方はジェットスターだったりとかを利用して格安で移動できるので。いいでねね、やっぱり釣りざも今、うんあのね、送るとすごい高いじゃないですか。うん それがねやっぱりネックでやっぱり遠征やめとくっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、そうやってね持ち込みで、ねうん、LCC で行けるってなったら結構遠方にも釣りっていうカテゴリーの中にも「楽しい」がいっぱい敷き詰まってますね。 すごい私多分ね日本で一番使ってると思います。めちゃめちゃ宣伝してるんですよい<や>これ。マッサージね。スポンサーになっていかなきゃいけないです。ですね、<laughs> 命の危険を感じたんで、パって出て、うん、ディレクターす。すみません。あげてください。<laughs> <laughs> <laughs> 日々がはった状態で次の日408キロのクロマグロ。うんはい